とアルファベットの U ですね。こんな感じになっております。わかりますか。ですね、ちょっと薄いかもしれないんですけど、これ普通に10センチでこういきました。こっちもそうですね。でここ曲がるところなんですけどね、実はこの図面だとこっちの方が短いんですが、実際はここを長く作ります。11センチですね。ここ10センチということですね。ここのところですね、実物はこっちが短くてこっちが長くなっております。でこうカーブしていくということですね。ということですので、お楽しみください。どうぞご覧くださいませ、では材料ですが、これ普通の260ですね、たくさん使います。それから中に入れるやつ、これ5インチの丸ですね、これを使うんで、まあ一辺が 1センチじゃない、10センチですね。こういう感じなんですけども、見えますかね。これですね、これが10センチなんですね、正方形で。ここなんですけど、ちょっと図面と長さが違うんですが、この短い方が長いんですね、11センチで、この、長い方が短くて10センチ。まあこれはこれと一緒なんですけどね。ということでぐるーっとこういきたいんで、ご覧くださいませ、ね。ではですね、まずこれに空気を入れていきましょう。この宝鉱山のポンプで、3往復ですね、1、2、3、4ですね。さて、一応入れたばっかりの状態で、だいたい10センチ残ってますね。だいたい10センチ。それでこっから、まあどっちでもいいんですけども、いきます。でまずですね、これぐらいのピンチついて、3センチぐらいかな。そうですね、3センチでそれをピンチついてにします。こういう感じですね、はい。それで、次もそれで10センチですね。短い。はい、これで10。それでここにこれを。でここも10センチと、大丈夫かな。そして次のも、でこれを
こういうふうにしてからピンチテストにしても結構ですよ。それで最初のやつですね。で、こういうものもできました。これはあくまで ここの部分ですので、ここからこういうふうに降りてくるんですね。なのでこれがこういうふうに降りてくるんですね。はい、こうやって先ほどできたのがここにあります。でこういうふうに作ってこれがこういうふうになるわけですね。それでここと合体します。はい、これとこれがここでこういうふうになってこういうふうになってですね。あとはこの繰り返しです。それで最後はこれが1個できてますのでここにこれをはめます。はい、上がこうなっててこうなってるんですね。だからこれでこういうふうにいきます。でもいっぱいいっぱいなってきましたので、これで20これ入れて20センチですから無理ですので1個しかできないんですね。それで、ここは1、2、3、4、5、
でこう回っていきますから、今4つしかできてないですね。だからもう1個ですので、ここでつなぎます。なのでこれで、1個しかできないんでね、抜いて、抜きますね。そしてこういう時にはここで測ってもいいんですけども、長さが十分あるんで、ちょっとねこういうやり方をしてみましょう。あらら、こうそれで10センチね、10センチまず取ります。それでこれをキュッと塗って、で次のやつですね。うん、うわ、これと結びます。でこうやったらここを切っていくんですね。こういう感じですね。あとも同じですね。これはこのまんまできるか。これはこのまんまいけそうですね。切ってみましょう。しかもこれは目か、こういう時にはね、こうやって取ってみましょうかね。はい、でこれ10センチとなので、ここにこれを結び合わせます。よし、で結びます。
もうここはひねってありますからね。こういうふうに1、2、3、4、5 1、2、3、4、5とできて、今度ここを曲がっていきますね、基本は一緒なんですが長さが違います。11センチね。そして10センチ。ですね。そしてここは丸なんで3センチぐらいですかね。こんなもん。これと同じですね。4センチかな。3センチぐらい。これぐらいかな。そうですね。これが実際4です。4センチ。で、これをここに縫い合わせます。そうですね。つまりこれとこれが同じ10センチなんですね。で、ここが11センチで、今のでここと同じで10センチですね。で、次もこれと同じですね。で、これと同じですから10センチですね。そしてこれと同じですから11センチですね。次はごめんなさい、これが11やろ、これが10だ、ごめんなさい、10ですね、これが11だ、失礼しました、これが11です。それでここが10ですね。ですね、今こういうふうにですね、こう来て、こう引っ掛けてる、ここのとこですね、今ここで、これがあるんで、これ
こっちだと短いんですけど、ここがないんでね、こうぐっと膨らんでるんで、ここが長くなる。11の10ということになってるのかな。間違ってないですよね。あれ、合ってますね。はい、それなのでここも、ここも11センチですね。それで10センチ。これが、ここも4センチぐらいですね。それでそこに、次10センチ、でこれが4センチ、はい、で10センチ、11センチ、でここが10センチ、ということでですね、うわあギリギリだな。こう行って今こう行きかけてるそこですね。さてで今度は今ここまでできましたんで、今度はこの2つを作るんですね。でまたこう上がっていくと。いいですね。まあ、いいか。で、抜いてつなぎましょう。
ここは10センチ。つなぎましょう。もうダメですね。今1個なんで、もう1つですね。
よいしょ。ということですね。こう見て曲がったところなんですね。なので今こういうふうに来てこれ曲がここ曲がったんであと 1,2,3,4,5 と行けば終わるということですね。5なんですね。でもこれだけなんで、新しいのをつないでもしょうがないんで、これ短いのはね、このがあれば十分ですので、こういうのでいってみたいと思います。これだけありますからね。とりあえず仮止めをしてですね、でこれを抜きます。10センチで
よし。はい、ということになったんで、ここを全部クリーチにしていきます。結んでからにした方が良さそうですね。よし、ということでですね、大体の形ができた、できました。で、ここにこういうのを入れていきますけども、スタジオの関係、ちょっと配置を変えます。少々お待ちくださいませ。では、これを入れていきましょう。これ基本的に10センチなんで、これ10センチに膨らまして入れても良さそうなんですが、ご覧になって分かるように微妙に違うんで、これ合わせて入れていきます。しかもね、ここなんかかなり違うんで、では行きたいと思います。段階でできたらこんな風にしてた方がよろしいかなと。こうか。
それで先ほどのここに見えないかな、あるんで こっちの逆です。だからこれを向かい合わせに、入れ終わったらですね、ちょっと形を整えていきたいと思いますね。ですかね。はい、ということで、アルファベットの U V じゃなくて U の完成でした。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。